デュエルカーニバルのお題種族、誰も使ってない竜です。さあ本日なんですが、ちょっとねイベント遅れちゃったんで申し訳なかったんですけども、あの恐竜デッキをね、使って、イベントやってるご様子をね、あの新恐竜バジェ会をね作ってきたんで、ちょっとご紹介していきたいと思います。あの今ねデュエルカーニバルっていうさ、あのイベントをやってまして、これ動画公開さんたぶんちょっと遅くなっちゃうんで申し訳ないんですけども、今は昆虫族か、昆虫族モンスターの打点が600アップするよっていう、そういう今イベントなんですけども、これね、18日の14時まで恐竜族の打点が600アップするよっていうイベントだったんですよ。で、恐竜使ってじゃあ、やっていこうって考えましてですね、で恐竜デッキを組んでおきました。で私これを使ってイベントやってたんで、そちらの動画をねご覧いただければなと思います。あの恐竜デッキが好きな方もいらっしゃると思うんでね、世の中には。まあ、マジで、あのイベントの仕様マジクソすぎてさ、誰も恐竜使ってるんだ、悲しいんだよな。恐竜誰一人使ってねえからよ、まあ、せめて俺だけは、使おうと思って。で、ギミックはなんか以前ですね、昔デュエルキングとかには慣れた、今はちょっとどうなのか分かんない、ちょっと難しいかもしれないですけども、生存境界恐竜ね、生存境界恐竜、バジェ恐竜バジェ、いろいろ言い方ありますけども、新しいねネオニュー恐竜さんのなんか、強いやつ見つけてきたんですよ。ハイパーハンマーヘッドってね、この皆さんご存知ですか、このモンスター、このモンスターとの戦闘で破壊されなかった相手モンスターがダメージステップ終了時に持ち主の手に戻るっていう、まあ、結構強い効果を持ってるんですけども、打点が低いんですよ、1500っていうね。なんですけどこれね、イベント中はなんと、600打点上がり、さらに恐竜王国で300打点上がりますんで、これなので、なんとですね、900打点上がりまして、恐竜が全部で。こいつの打点さえも2400になるっていうね、ぶち壊れレベルのね、イベントだったんですよ。こいつとか、素出しで2900っていう、コキュートスの守備力と同じ打点になるっていうね、やばすぎ。結構ね、使ってて楽しかったので、こちらの、デッキを使ってイベントを遊んでいた時の様子を、動画にしてきたんで、よかったら見ていってください。それでは、デュエル、スタンバイ。さあ、誰も恐竜を使わない絶対運命役もう全然恐竜使う気ないですもんね、皆さんね、まあ、仕方ないんですけどね、もうちょっと恐竜を使っていただきたい。恐竜イベントなんで、一応恐竜族の打点が600ポイントもアップするっていうね、ぶち壊れてるんで、いきますよ。メガバスマッシャー召喚2900っていうね、やばすぎどんだけ打点高いで、まああれだ、デモンチェーン、あれでしょ、なんだっけ、あいつでしょ、ボムスパイだ、セット、なるほど。あー、ターン終了、そんなに強くないね。割烹ベースを打ってこない、絶対運命力採用はあんまり強くないっていうね、話はあるよね。で生存境界で落としていく。で生存境界ヒールダッシュ発動する。で、墓地のマーレラを創生する。さあフィールド上の通常モンスターを全て破壊し、バーンデッキからもちろんベビーケラーサウルスを特殊召喚していく。絶対魅力でなんだっけ、判定してもらえってことは多分ボムスパイダーとかじゃないのかもしれないですね、これね。わかんないですけども、まあとりあえずバックと前を破壊していきましょう。さあ恐竜族おなじみの最強パワームーブ。さあ生存境界によって相手団にゴリゴリ受けて相手のカードをめっちゃ破壊していく。ああ、ブラックボンバーね、オッケー。バックワードトコムの、お方、これはハイパーハンマーヘッドなんじゃないハイパーハンマーヘッドビートするわ。ハンマーヘッドのここですっつってね、ハイテンス神ゲーめちゃめちゃ強い、生存境界最強だった。さあお相手の方、レックス・ガルウィン、スーパーマッソル、通称筋肉マンですね。よろしくお願いします。デュエル3倍、筋肉量がエグザイルってグローブね。はい、オッケーです。これさ、これ思ったんだけどさ、おい、すごい神ゲーなこと気づいたわ。これさ、まあ、忍び足出てくるんじゃん、多分だけど、忍び足の2800っていう守備力、これあのメガロスマッシャー X で抜けるっていうすごいこと気づいたわ、やばいこと気づいた。守備力が2800なんですよ。忍び足、鳥獣、忍者だっけ、鳥獣忍者忍び足でダイレクトアタックできるっていうね、シンクロモンスターレベル7の
やつなんですけど、あれ2800じゃないですか。これあの僕てかだからこのメガロスマッシャー X っていうマジぶっ壊れモンスターポン出しすることによって、なんかイベントであの打点が600上がって、でフィールドの方で300上がるんで900上がるんですね。だからメガロスマッシャー X の打点2900っていう、単純に戦闘で忍び足抜けちゃうっていうマジでやばいこと気づいたわ。2800だから守備力で、まあ一応ね、グレートオールですね、まあ、カナディアがぶち刺さりますんで、カナディアで裏返しにしまして、で戦闘で突破していくというそういうプランでいきましょう。まあもちろんね、このねハイパーハンマーヘッドに戻すっていう選択肢もあるんですけどね、それも強えな。おい最強だろこのデッキ、なんで使わないんだみんな、なんで使わない。2900やぞ、ポン出しレベル4で2900とか、もうなんか環境ぶっ壊れてんだろっていうレベルで強いんだけど、影防止強いな。まあでもカナディアはな、ここで使うしかないか。じゃあ生存境界カナディア、いやいいね別に、カナディア普通に素発動いいや。でこうして、まあこれで影防止の効果でなんか無効にできるみたいなことはない。さあ影防止効果でリリースしてデッキ、手札から、超重武者モンスターを特殊召喚していく。 OK ダブルホーン了解。さあどうするんでしょうか。これ縦にするとですね、あの忍び足さん縦で殴んないといけないんで1200になっちゃうんですよね。かわいそうにね。これ効果で周囲表示でなんかぶん殴れるみたいな効果なんですけど、これ攻撃表示になると普通に攻撃表示殴るしかないっていう、そういう話はあるんですよね。さあどうする。さあ忍び足の効果を、発動して、打点を半分にして1200でダイレクトアタックを2回していくっていう感じですかね。なるほど、なるほど。これ別に通してもいい。あー待って、あれ破壊した方がいいか、あのダブルホーン2回攻撃されるのどうしてもね、そしたらライフポイントが足りなくなっちゃうっていう話あるんで、こうしてでガナディア沸かしといて、でベビーキャラサウルスを特殊召喚。さあベビーキャラサウルスは効果で破壊された場合に、デッキからなんかレベル4以下の恐竜族をリクルートするっていうなんか最強効果を持っていると。さあ生存境界の効果は発動だ。貴様のフィールドのそれは破壊させていただこう。てかこれあれだったな、縦でよかったな。ハイパーハンマーヘッドでいいや、これハイパーハンマーヘッドでいい、ハイパーハンマーヘッドでいい。このベビーキャラサウルスさんはあれでしたね、あの縦でよかったですね。これすいません間違えました。それは別にいいんじゃない、1回ぐらい受けよう。1200受けてで、ベビーキャラサウルスの効果でハイパーハンマーヘッド出して、これでハイパーハンマーヘッドビートするわ。ハイパーハンマーヘッド3強できた。これやばすぎるなこの盤面。なんかさ、ブラックコーンゴーで処理するって手もあるのか、パクるって手もあるしね。まあでも普通に殴った方がこれ強そうな気がするけどな。ハイパーハンマーヘッド3体置いといて、でなんだっけあれ使わせばいいか、グローブ、はい、まず一発目ドーン、2発目ドーン、あ、ん？これ今リクルートしてきたのはメガロスマッシャーだったらあれだった、もしかして殺せてな、殺せてないか、殺せてねえよ、はい、で、田代殺せて、あ、殺せてたか、500、あ、間違えたわ、ちょっとなんか、普通にプレミしまくってますけど、すいません、あ、それね、あー、仲裁、OK、で仲裁を装備していく。さあここでリクルートしてくるのは何なのか、結構この手また動かれる感じかな。まあ一応デモンチェン2枚あるんで多分なんとかなるかなと思うんですけども、はいどうぞ、はい岩投資効果どうぞ。で超重武者をサーチしていく、まあ中ナでしょうね、はいはいはい、ホラガイ OK です、ホラガイ OK なんだけど、なんとねこのねハイパーハンマーヘッドっていうモンスターね、これね戦闘で相手破壊されないと戻っちゃうんですよね。結構相手これ積んでるっていう話あります、積んでるっていう話はあるんだけども、主天道 G OK、 主天道 G、主天道 G 特殊召喚で岩投資効果で、デモンズチェーン発動で、おそらくチェーン、影防止効果対象に取られると、超重武者対象に取られると除外して無効にしてくるという効果に、さらにチェーンしてデモンズチェーンを打っていく。さあこれによって殴ることもできないし効果を発動することもできるようになってしまった。さあびっくりしちゃう、
岩投手効果で何持ってくんだろう。これ何持ってこられても大丈夫なのこれね。消化器を使った。仲裁は単一だよね。仲裁は単一。なら単大丈夫。仲裁 OK です。それ単一。四天道寺の効果無効になった。OK。仲裁、それ装備してもいいけど、それ単一なんだよな、それ。丸さんの効果単一なんだよな。お互いプリミしまくってくるね。対戦、ありがとうございました。相手の方、海馬社長、よろしくお願いします。デュールさん、バイ。魔獣の怪獣、なかなか珍しいカードを使っているな。さあ、デッキからレベル2以下の、獣族の、なんか、獣族を呼んでくるやつ、いっぱい。さあ、全員攻撃表示。煽りの攻撃表示。これで特殊化したモンスターはエンドフェーズに破壊されるという効果を持っている。さあ、2体をリリースして、君は誰ですか？のどち、絶対復讐魔人。お前誰や？お前誰やねん、お前。3500、打点高えな。なんかあれだったっけ、確か。ちょっと待って、こうして、確かなんか手札がさ、0枚じゃなかったら攻撃できんみたいなさ、帝王の闘志。やばい、それやばい。自分のエクストラデッキにカードが存在しない場合、自分フィードのアドバンス召喚した表が表示モンスター1体を対象にし、そのモンスターは効果が無効になり、このカード以外の効果を受けない。強っ強っ。あ、それであれ、手札が0枚であったとしてもなんか攻撃、あ、違う、手札があったとしても攻撃できるみたいな、そういう感じ。それは強いね、それは強いな。これハイパーハンマーヘッドで戻せない、もしかして。自分のフィード上に他のカードが存在して手札が0枚じゃなければこのカードは攻撃できない。このカードが戦闘で破壊したモンスターの効果が無効化されるっていう効果を無効にして、やっぱそれはそれはやばい。これレミですか。うーわ、やばすぎる。これやばい、このデッキなんだこれ。ちょっと待って、待って、ちょっと待って、カナディアじゃないですか。でカナディアで裏側にしましたね。カナディアで裏側にしない、これ効果受けないから、カナディア裏側にしながら、バージェイスとマーレの効果で、これ僕どうしたらいいんだ。生存協会、生存協会使えないのか。生存協会使えないな。協力ねえもんな、これな。あー、なるほどですね、なるほど。この帝王の闘志っていうカード、これもしかして強すぎ問題発生します。これ僕このモンスターどうやって突破するんですか。ちょっと待って、あれ、冷静に考えて、このモンスター俺どうやって突破するの。え、他のカードの効果受けないんでしょ。カナディアはもちろん効かないってことですよね。カナディアはもちろん効かないってことですよね。カナディアセットですよね。で、生存者セットですよね。で、考えろ。俺のデッキにこのカードを突破する手段は入っているのか。3500と打点。反転召喚。それはいいわ。それはいい。ちょっと待ってくださいね。粉砕やばい。レビオニアでそれぶん殴られる。で、デモンズチェーンで、レビオニア対象にとって、これ無効にしながらの墓地からのマーレだ。墓地からのマーレだ。だいぶやばいぞ、これ。ちょ、待って、これと、生存協会撃つしかないか。生存協会撃って、で、墓地から、間違えない。カナディア特殊召喚していく。で、通常モンスター、フィールド上の通常モンスターを2体破壊して、ベビー&ケラーサウルスを特殊召喚していく。はい。はい。で、待って、これ突破できないんだけど。やばいやばいってそれ。待って、これ破壊するわ。レビオニア破壊して、はい。で、効果でハイパーハンマーヘッド特殊。で、やばい、それは戻ってくれ、多分やばすぎる、それはやばい。これ冷静に考えたわ、このデッキこいつ突破する手段ねえわ、これ聞かないでしょ、これやばいわ、これやばすぎる。これも聞かないでしょ、だからこれも効かない？強すぎる。ちょっと待って、これ強すぎませんかね、これ。